はい、都市伝説テラの小焼がやりたいこと全部やるチャンネル、どうも、小焼 H ログです。小焼 H ログ、何の H ですか？カマカーンさんの H って言うと隣でもあっつってたいや違うんすか、刺した感じのやつ。いや違う、恥ずかしい。これはもうボケれないと思ってストレートにハマカーンと言ってしまったあー申し訳ない申し訳ない。全然、ね、自意識過剰だったね。いやまあまあいいんじゃない。初めまして。初めましてですよね。いやなんか、いやいや私は見たことありますけども、なんかすごい人と繋がってんだね。逆じゃないです、絶対こっちがすごいこうでしょ。そうだからほら、小ヤッキーからすると、小ヤッキーからするとほら芸人さんリスペクトがあるけど、俺らからすると小ヤッキーすごいよってなるわけ。すごいよ。いや、本当大したないですよ、本当に。すごいよな。全然。登録者数だってこのチャンネルで15万人ぐらいでしょ。で、なんか本家の方では115万人ですね。115万すごいよ。だってまだバーって始めてな、まあ、でも結構やってんだっけ本家。でも6年ぐらいです。あ、でもそれでもすごいよね、はい、100万人超えるのは。ハマカンチャンネルって言って、はい、昔ライブでやったやつとか、はい、普通に何の編集もしないで垂れ流してるだけのやつが登録者数1000人ぐらいなんですよ、うん、なんとかなんとかこっからちょっと100分の1でもこう来てくれたら輸入一応我が家の YouTube もあるけど、はい、ほぼやってないんですけど、だいぶ前にはやめましたけど、1万5000人ぐらい。1万5000人すごいじゃんだけどすごいね。すごいの。皆さん誤解しないでくださいね。ハマカーンは知らないかもしれない。もう10年ぐらい前でしたっけ。ザ・漫才ザ・漫才チャンピオンですからね。そうですよ、2012年。ですよね、10年ぐらい前。やば漫才、ね、元祖ね、ゲスの極み男子でしょ。元祖ね、元祖ゲスの極み男子。ゲスの極み、ゲスの極み乙女ね。乙女出てくる前めっちゃ楽があったあの、いやだからバンドとかもやられてますよね。はい、はい、やってます。面識あります？ゲスの極み乙女は。あ、間接的にはつながっているんですけど、直接お会いすることないんですけど。知らない人も結構多いと思うんですけど、まあ、僕は浜川なんで、漫才でゲスの極み、やってましたね。やってましたよね、はい、言ってるんですけど、ゲスの極み乙女じゃないですか、はい、偶然かと、はい、川谷絵音くんと、はいはい、休日課長、はい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 、いますよね、はい、僕らハマカーンって東京農工大学っていう大学出身なんですよ、うん、ほう僕らの10個下の後輩があの2人。ちょっと待って、リスペクトなの？これはいやいや、ハマカーンリスペクトってこと？これはあの、俺あんまりね、テレビで言う機会なくて。そうなの？初？すごい、ちょっと待って、初っていうか、まあ、本当かどうかわかんないでしょ？嘘かどうかは違う、都市伝説みたいな。都市伝説ぶち込んできた？都市伝説じゃないの。あ、都市伝説じゃないの。エピソードして本当なんですね。10個ぐらいしたかな？の高校の後輩で、大学の後輩で、で、僕らそう、先にもゲスの極みって、レッドカーペットとかで2008年、9年ぐらいからやってたですかね、ゲスの極みっていうのは。やってましたね、あなたは。で、まあ僕らもテレビこう出してぐらいで、こうラジオとかそういうのやってる時に、ゲスの極み乙女っていうのが出てきたと。はいはいはい。で、事務所の先輩の花輪さん、の佐賀県の花輪さんが、おちょっと浜ちゃんつって、ゲスの極み乙女っていうバンドが出てきて、今これなんかこう来てるよなって、訴えた方がいいんじゃないの？全然取られてるよみたいな。まあね、先いたもんね、言うたらね。まあまあね、ちょうだめって言ってて、いやいや、なんですかね、なんですかねっつって、いやちょっと調べてみますかって調べたら、大学の10個下の後輩だったんですよ。へー、なんつって、じゃあ俺らのこと知ってつけてくれたのかななんつって。だとしたらすごいよね。そしたらある時深夜番組で、あの川谷くん出てたんですよ。で、千原ジュニアさんと対談してたんですよ。出てる出てるっつって応援してたから。そこにハマカーンはいねえんだ。いないいないいない。俺が家で見ます。家で見てる。あ、出てきた売れてきたのかなって。そしたらジュニアさんがその時言ってくれたんですよ。ゲスの極みっていうと、あのハマカーンがね浮かんでくるんだけどって。そしたらエノン君が、そうなんですよ、ちょうどなんか僕らと同じ時期に出てきたみたいで。関係ねえじゃねえか。あれと思って、下手したら知らねえぞって思って。俺が先輩ってのは知らねえぞって思って。大学のね、先輩で憧れててとか。違ったのよ、ちょうど同じ時期に出てきたっていう、出てきただけだった。あっちの認識だもんね。逆に向こうも
年でなんであれやってんだよ。いやいやいや、まあ思うよね。鬱陶しいとまで思ってんの。いや相乗効果でそれやってこいよ。だもしかしたら確認してないんだけど、あんまりお会いしたことないからあれなんだけど。だってもうお互いデビューしてもう十何年経つわけじゃないですか。それはまだ出会ってないんですか。出会ってない。間接的にはなんか芸人友達とかはなんか、うん、会ったことあるから今度紹介しようかとか言ってきたんだけど、なんかちょっと気恥ずかしいんで。いやいや大丈夫大丈夫、お会いした時にね挨拶みたいな。え、それこそヤバクさんとか小籔さんとかバンド組まれてるじゃないですか。ねえ、そうだね。そきっかけなんか芸人さんとつながりありそうなイメージがあったんで。いやいやでもね、ないことはないんじゃない。それやっぱバンドやってる芸人さんとかとはつながりあるけど、ハマちゃんはやっぱバンドとかやってないから。でもゲスの極みでまあまあつながってんのあなたの方が多分強いのよ。いやなんかそれで出てくるのも恥ずかしいんだ。ちょっとなんか恥ずかしいんですよ。大学の10校上の先輩で、たまたま、ね、最初にゲスの極みって言ってて、俺もゲスの極みだけどちょっと言いづらいし、向こうの方がガンガン売れてるし。それ何大学だっけ。東京農工大学、うん、そこの教えがゲスの極みをなんか強いみたい。違うわ。農工大学がそういうの教え方だから習ってないから。違うの。ちなみに私はその農工大学って農学部と工学部があるんですけど、農学部の方の広い農場があるんですよ、畑、うんうん、そのど真ん中で練習やってました。ほら、やっぱそうなんだ。誰にも見られないように。誰にも見られない、誰にも聞こえない。なんかやっぱその時期はまだまだ若いから、恥ずいから。府中の、府中の田舎の方がで相方さんって最初がコンビじゃなかったですよね。最初からですね。最初からですか。もう学生の時から。じゃあもう2人でもうやってたんですか。浜川最初から。神ちゃん先輩、神田さんが私の学年1個上の先輩。そうそう、年上なんだよね。そう、俺と浜ちゃんは多分同い年。ここ同い年。1学年上の先輩。1学年上。なんとかその頃だったらね、相方のお姉ちゃんいたらなんとか場所貸してくださいよ、ね。うのさんですかね。うちの相方のお姉ちゃんは神田うのさん。有名ですよね。そうなんですよね。すごいよね。これはすごいですよね。まだ駆け出しの頃、1年目とか2年目の時とかに、もうキャッパ100人ぐらいのお笑いライブハウスで、単独ライブやるぞみたいな感じで、何回目かの舞台出たんですよ。そしたら、うのさんが見に来てくれ。客席に。新宿とか渋谷とかそこのちっちゃいライブハウスでしょ。あそこに大スターの神田うの、神田うのさん見に来てくれたんですよ。俺らが入ろうと思って出たら、客席がみんなざわついて、みんな後ろに。そりゃそうだよな。邪魔だわ。後ろにこんなでっけえ帽子かぶったうのさんがいるの。客席の後ろの方にこんなでっけえの斜めにかぶって。で、しかも一人で組んだらまだしも、隣に三河健一。やめろ。やばすげえ。ダメだよ、その二人揃ったら。誰も売れてないお笑い芸人が出てるライブで、神田うのと三河健一が客席飲んだ。もうざわついてみんなそっち見てる。そりゃそうだよ。おもろ。すごいな。世が世ならもう今 SNS でバズってただろうね。いやもうバズってた。なんでいんの、なんでいんのみたいな。神田うのさんの弟って言ってないから。そうなの。秘密にしてた。そうだな。途中まで言わなかったもんね。そうだそうだ。言ってないでその二人いたらえぐいよね。えぐい、知らなかったら。だから俺このチャンネルで俺が話せるとしたら、そういう神田うのさんの話の都市伝説ありそうだもんな。なんかあの人なんか、じゃああの人自体が本当に存在してる。確かに。じゃああの人本当、俺あんまり会った記憶ないんだけど、いるいるのよ確実に。うのっていう名前なの。うのっていう名前。本当にひらがなでうの。いるそんな人。確かに。昔のなんか90ぐらいのね、しずさんとかだったら分かるけどさ、ブルノって、ね、いるんだ。いるんだ。あの人いるんだ。いるの。三河健一さんと2人でいるんだ。仲良くなって。三河さんも優しいよね。一緒に行ってあげるんだもん。そうですね。ほんまに仲がいいんですよね。ね、仲いい。本当に仲いいです。うちらの単独ライブ、その後も2人で見に来てくれたこと。どう思ってんすかね。お姉ちゃんめちゃくちゃ結婚式とかされるじゃないですか。ああ、結婚式とね。弟はずっと付き合わされる。弟は最初の1回しか行ってないと思うんですけど、僕も結婚式行ったんですよ。まあ芸歴ね、3年目4年目ぐらいだったかな。えぐいね。芸歴3年目4年目で神田うのさんの結婚式足震えるね。すごかった。そうそうたる芸能人、はいはい、華やかな、あの頃の華やかな。僕もバイトとかしてて、はい、お笑いの収入なんかゼロで、杉並区の久我山というか家賃2万2000円ぐらいのアパート住んでた頃に、うのさんから招待状みたいなのを届いてどこに誰がどこに招待状送ってんのよ。俺行くのかと思って。高そうだよね。家賃よ。そんなことないんだよ。そりゃいい紙で。すげえいいので来そうじゃん。いい紙ではできない。宇野さんの招待状。
ボロボロのポストに届いて、うん、神田さんもね、今思えばなんでこいつこんなこと言うのと思うんですけど、はい、ご祝儀包まなきゃいけないじゃないですか。そらそら、うわー、結婚式一応ペーペーとはやっぱそこお呼ばれしたらご祝儀包むじゃないですか、はいはい、ご祝儀っていくらぐらい包めばいいのかなって普通社会人とかだったら3万とか、うん、そうだね、3万ぐらい。で上司とかだったら部下にまあ5とか分かんないけど、まあまあよかった、まあね、もうちょい上とか、ね、そしたら神田さんがマジ耳疑ったんですけど、一流芸能人のご祝儀最低で10万らしいよって俺に10万包めって言うのやべ、帰れ、これやべえ、やべやべ、行ったらもうダメだ、アウトだ。家賃何もでしたっけ。家賃2万2000円4ヶ月5ヶ月分のご祝儀俺が包むの。あんなバリバリ売れてる億万長者みたいな、まあね、いらないって言ってくれそうだけど ね、うん、でもほら弟の意地なんかな、分かる。俺もだからまだその時宇野さんとお会いしたことは1回ぐらいがあったけど、うん、その仲いい感じとかじゃなかったから、まあね、はいはい、失礼に当たっちゃいけないと思って、うん、借金して、はい、ピン札の10枚揃えて、なんかね、そういうのもなんかこだわりそうだもんね、入れたんすよ、はい、そしたらね、あの神田宇野さんのお父さんっていうのが、はい、宇野さんと真逆の超真面目な東大出てらっしゃる方 で、もうめちゃくちゃもう四角四面の真面目なお父さんなんですよ。宇野さん不真面目みたいに言うのでももうあんなもうこんなですみたいな感じじゃなくて、まあね、あの頃ね、昔確かに、はいはい、でうちの相方が俺がね10万するんだっていうのをその音やらその真面目なお父さんに言ったみたいで、で俺結婚式の会場は入って、はいはいはい、なんかすごいなみたいな感じで興味をしてたら、向こうからそのお父さんが、ま、真面目な真面目なお父さんがもう俺の方パッて目合った瞬間にタッ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 、おやばいやばい、お近づいてきて、パッて俺の前で直立不動して、うん、はぁ、浜谷さん聞きましたよ、この度は莫大な財産を取り上げて莫大な財産ちょっとここまでバカにしてんのか出かけたけどグッとこらえて、でも真面目すぎて言葉が真面目だったんだろうね大丈夫ですか生活の。そりゃそうだよ、だって2万円の家賃の人がさ10万円の人なんだから、うん、それで確かね11月か12月かだったのかな、はい、結婚式、うん、次の年の1月に、うん、宇野さんからお年玉もらったんですよ、はい、毎年もらってるとかじゃないんですよ、うん、お年玉もらったんですよ。なんかすごそう、そのお年玉の金額がこれ知りたい、7万円うわでもこれがね、でもこれが一番いいよ。違うのよ、これが宇野さん曰く、私はね、本当に10万円あげようと思ったの、うん、ご主義10万円もらって無理しただろうなと思ったから、うんうん、お年玉で10万あげようとしたんだけど、はい、そしたらママがね、もらったご主義そのまま返すのは失礼に値するから3万円だけいただいて7万円だけ返したらって言うから7万返すね、はいって全部言いやがって、それそれもう気持ちでね、だらないのにはママから言われたから7万返すね。だからそのなんつーのみみっちい女と思われたくなかったからね本当は10あげる、ね、10返すね、うん、でも7万返ってきたからよかったですよね。すごいなるほど、なるほど。でも、ね、その7万円持って、うん、宇野さんの旦那さんが経営してる、うん、エスパスで行ってパチンコ打ってきた増えた10になった10になって減っちゃったから減ったんかい結局俺宇野さん旦那のパチンコ屋さんでこうやってすげえ小さなぐるぐる回っただけ。いやここへの3点方式いらないからパチンコのね、そうそうそう、いやー、まあ、なるほど、それはでもちょっと怖いね。でもそれでなんかね、2回目3回目の結婚式呼ばれた、いやそれはもうあれ多分ね、お客さん呼んでないんじゃないかな。あーでもよかったじゃん、そっから売れて。いやいや、ちょっとはね、1回は売れたんで、はい、助かりました、よかったですよ、ね、すごいですよね。3年目にそれ経験してんの結構すごいね。だから芸能人は結構若手の頃から見てたんだよね、はい、そうだろうね。かんちゃんなんかじゃあめちゃくちゃ見てんだろうね。かんちゃんだってデビューする前から、うん、島田紳助さんとかとご飯行ってる、うん、だからいろいろ見すぎてひねくれちゃったから、ひねくれちゃってさ最初はこの世界ちょろいと思ったらしいよ、神田さんは。だから、周りがすごいからか。一個上のお姉ちゃんか、うんうん、お姉ちゃんがもう出てすぐ、原宿でスカウトされてすぐ売れてすぐ、うん、そうだよね、勢いすごかったもんね。芸能人ちょろいみたいな感じで思ったらしいですよね。全然そんなことなかった、ね、なかったね。やっぱ世知辛い世の中ですよね。やっぱ今となってはね今はかんちゃんも分かってると思いますよ。分かってると思いますよね、うん、でも浜
カーンさんとしての活躍をもっと見たいですけどね。あーね、いや、やってんすけどね、浅草とかで、まあ、舞台だったり、漫才協会、漫才協会入ってますね。ですよね。でこの間漫才協会のアメトークで、はい、漫才協会芸人つってナイツがやってくれたんだけど、はい、俺ちょっと別の仕事で行けなかったんですけど、はい、もったいない、もったいない、神田さん一人で出てましたけどね、はい、ありがたいですけどね、こうやってね言ってくれる、そう言ってくれる、だんだん少なくなってきました。そうですね、僕も笑いめちゃくちゃ好きで、ま、目の前でミョンもめっちゃ笑い好きで、特に K ダッシュね、そうですね、あのオードリーさんの、え、あちこちオードリーも最近出られてましたし、リトルトゥース、リトルトゥースです、私、はい、オードリーのファンのことをリトルトゥース、あ、そうです、ちっちゃなトゥース、あ、そう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 です。でもお笑い芸人さんがこんなチャンネル出てもらってくれるじゃん、もう僕めちゃくちゃありがたくて、話せる範囲で話しますよ。いや、みんなマジでいい人、気さくなのよ。それこそあれですよ、あの花輪師匠出ていただきましたし、昔、え、はい、ナイツのね、花輪くんね、はい、出てくれましたし、あ、ね、マジでなんかね、ありがたいですよね、こんな裏側話していただけるだけでも。今ってちょっとテレビ元気ないとか言われるじゃないですか、そうやって実感するんですか、あの時良かったなみたいな。あー、それは俺たちに聞いたら酷だぜ。それはだってもう時代がね、ど深夜まで収録テレビでやってたり、はい、まあ、そう、今はもう絶対12時までだし、深夜収録とそういうのなくなったしね。昔はさ、こういう風にまあ見てるのがまず YouTube、はいはい、がなかったから、うん、俺らがまだ二十歳の時は、はい、テレビにしか出る場所がないから、やっぱそこでみんなもそこを、小屋っきもそうだけど、そういうの見てってくれたわけじゃん、うん、だから今はちょっと見るものが増えすぎてっていうのでね、そこに向ける熱はすごかったよね。昔のテレビも知ってるからね、あの、うん、元気が出るテレビとか、ひょうきん族とか ね、 ね、あそこら辺もどうですか、かろうじて。はい、僕今今年40なんですけど、だから多分先輩方なんですよ。僕の笑いは中学校の時にごっつい感じから始まってるんですよ、めちゃイケとか、はいはいはい、もうだから黄金期をね、黄金期見てて M1 が始まってザ・マンズじゃないですか、そこら辺まで僕のもう青春のもう番組でしたね。昔の人の方が破天荒な感じでめちゃくちゃ金使う荒いけど、それもお笑いになったりとか、それで今ってなんかちょっとなんかコンプライ違反みたいなのをしたらすぐなんか出れなくなっちゃうみたいな、そうだね、おとなしくなっちゃったから。僕もだからだいぶ上の先輩、島崎敏郎さんもっとヒップアップのアダモちゃん、ヒップアップ、事務所の先輩なんですよ。うわ、島崎敏郎さんね、はい、の話とか聞いてると、うん、まだ俺なんか知ってるのはテレビじゃないなと思います。あの頃のテレビの島崎敏郎さんってバンジージャンプを飛んだの日本で4番目かなんかなんです、日本ってタレントで第1号なんですよ、バンジージャンプ飛んだ。ひょうきん族かなんかかな。いや、今でこそバンジー若手とかバンバン飛んだりやってますけど、罰ゲームの定番だなかったもんね。ちょっと考えてみてください、日本人タレントで第1号があなたですって言われたバンジージャンプ飛べます？無理、だって分かんない、分かんないろ、うん、今日本人で4人しか飛んでないですみたいな時期にやってんすよ。すごくないそういう時代だよね。すごい、爆破とかの量もでかい、爆破とかもあのワニとキスするとかね、あのセスナ機の羽にくくりつけられてるとかあったじゃん。全部芸能界で一番最初にやってるのが島崎敏郎さん。すげえ。前例を作った人なんだ。あ、確かにそうだね、走りだね。俺テリー伊藤さんとお会いして仕事した時に、テリーさんの企画が、テリー伊藤さんから直接、うん、教えてもらったんですけど、まずは島崎で一回実験するんだ。それで大丈夫だったら出川とかでやるんだよみたいな、団長さんとかね、団長さんとかでやるんだよみたいに言ってたんですよ、うん、実験台でやってたんだって。だって、やったことないことに罰ゲームとしてチャレンジするって怖いやろね。今でこそワニとかの近づくのとか多分安全性が多分大してなかったと思う。だってまああれなんか見たことあるから、まあまあできるじゃないですか、安全なんだろうなって思ってるから。うん、それ前例がないでやるのってすごくない？怖いね。若手の時あったもんだって、矢田部が低い鳥に蹴られてたもん。相当キック力強いですね。いやいや、もう全然骨が折れたり、本当はね、人を殺したりするぐらいのキック力があるんだけど、それを撫でてこいっていう指令がしたの。指令指令いって、やっぱボーンってやられてたからね。それもうめちゃくちゃバンジーとか、まあ、スカイダイビングとかも、うん、もう全部芸能界で初めてやってるんですよ、あの人。すごい、すごい。これ聞いたんすよ、動物か猛獣とかバンジーとか高いところから飛び降りとかで、うん、一番知りたい仕事なんですかって言ったら笑っちゃったんですけど、高さ4
4メートルのバンジージャンプなんですって。え、なんで？これ意味わかります？意味わかんない。高さが4メートルで、紐が自分の身長を抜いた紐の長さで4メートルの高さからバイーンっていう、ギリギリ地面ギリギリの。怖そう。怖い。考えてみれば怖くないですか？怖い。遊びがないもん。遊びがないですよ。で、20メートルのバンジーは紐ゴムがあってビヨーンつって、だいぶ地面からも離れてるじゃないですか。4メートルの高さから紐もギリギリ自分の身長抜いた分も飛んでバイーンみたいな。怖そう。これ一番怖かったっすよ。絶対手出ちゃうよね。で、絶対頭ぶったら成立しないもんね、なんかね。紐の長さ信じるとか。これやばくない？それさ、あれじゃない、テリーさん企画じゃないんだけど、テリーさんがやっぱそういうの考えてた人だから、やっぱさ、上空何千メートルから飛ぶやつも猛獣も全部やったらそういう発想になってくるんですよ。4メートル怖そうだもん。だっていや、絶妙な高さやな。もうカイジのゲームが出てくるんだよ。お金持ちが見るゲームやさ、カイジのね。これ見てなんかさ、他で YouTube で4メートルパンチ流行っちゃう。怖いよ。あの、過激系の YouTube 絶対マネしないでください。だけど絶対安全じゃないとやっちゃダメですからね。麻雀やってね、負けるために紐がどんどん伸びてくっていう。地面に届く距離になってきちゃう。昔もあったもんね、あの吉本さんか誰かの番組で、うん、ついちゃってた人いたよね。あれ藤原さんだよね。腹に刺されたちょうどクレーンで読んで飛ばされて、ちょっと体のとかすった下についちゃうっていう。その映像知らない？有名っすね。有名映画。あれさ、怖いよ。怖いよ。アクシデント本当怖いですからね。怖いよ。いや、もうこれ聞けるだけでめちゃくちゃ楽しいわ。いやー、やっぱそういう時代でしたね。確かに面白い、ね。確かにそれを見てた人からしたら、今ちょっと面白いのか感じちゃってもしょうがないかな。いや、面白くないってことはないんですけど、うん、あのほら、噂だけで聞いて、あ、じゃあうちらもやってみようみたいになってるのが怖いですよね。だから当時のって、バスに芸人さんバーって詰めて、はいはい、湖に沈めるとか、ウルトラクイズね。あのね、キャッキャキャッキャ言って見てたんですけど、あれってね、水面の下にダイバー20人ぐらいいるんですよ。だからめちゃくちゃ安全性は完璧です、うん、でも今の人たちってあの映像だけ見て、うわ面白そうじゃんみたいな感じで思っちゃうディレクターさんとかが多いんで、うん、俺ら結構危ない罰ゲームやってるよね。やってると思う。そうなんすね、うん、安全性をちゃんとやってくんないというか、あんま言えないのもあるしね。言えないのもあるし、言えないの多そう。言えないな。だってやりたくないなってもう言えないんだもん、もうそういう時もあるよ。だってもうあれ死ぬかもしんねえみたいな。へー、大丈夫これみたいなのあるよね。あるよね。だって一回あったのが、まあ、これはね、中身は言わないけど、はい、そういう罰ゲーム的なゲーム的なことをやる先にやる人って、ああいうプロのスタントマンの方たちが傷だらけで大丈夫ですって言ったのが、いや俺もそれはダメだろうと思って。だってスタントマンが怪我しちゃってんだから。はいはいはい。じゃあ俺じゃあねえよ。じゃあじゃないんだよ。俺もなんかあの、例えば火事とかで2階のベランダからロープで降りて脱出するみたいな状況になった時に、しっかりしたロープでいいのか、それともカーテンをつなげたやつでいけんのか、 T シャツをつなげたやつでいけんのかって、ちょっとまあ真面目なあの九死に一生を得るみたいな、部屋の中にある道具で何が一番確率が高いかみたいな実験するので、あのビニールテープ、あれでやろうっつってくれ、自転車ちょっと上げて、うんうん、そこからビニールテープの紐を垂らして、じゃあ最初スタントマンさんがやりますんで、はいはいはい、スタントマンさんがぶら下がった瞬間にブチーンって来て下の待ったりドーンってこれで俺がやる予定だったのこれどういうことと思ってなくなったのそれ。ないないない。よかった。危ないよね。でもスタントマンさんも怖いよね。怖いからダメですダメですよ。ちゃんともちろんマットは分厚い2メートルぐらいの空気が入ってるマットありますけど、うん、怖いよ。やってないんだもん AD は。やりゃいいじゃん、こう地上でぶら下がってさ、ね、切れるかどうか試してみる、うんうん、そういうのもあるし、あと現場行ってみないと分かんない仕事って結構あって。怖っ。オーストラリアに出た。もう嫌だよ。海外系これちょっと軽くにしときますけど、はいはいはい、まあまあ洞窟行ってくださいと、はいはい、分かりましたっつって行くじゃないですか、はい、まあ、その時はスタッフさんもいたんで、うん、まあ、現場行って、じゃあ今からじゃあ洞窟の中入りましょうってなったら、下が見えないぐらい深い洞窟だ、うん、命綱みたいなやつちょっと降りてくる。それをまず説明されてないのよ先生。それを先に行く日本で言ってくれないと。でももう俺オーストラリア来ちゃってるからラリアってるんで、もう行くしかないじゃん。ラリアってる、ラリアってる。で結局だってそこでさ、日和ったって意味わかんないから。でもそこは取りどころじゃなくて入り口なだけだから、あそこ取ってねえのよ。なに、
めちゃくちゃ怖かったよっていう現場もあります。いやせめて知ってほしいよね。先に説明してほしかった、うん、ずるいよね。それはず多分言ったら断れるかもっていうことかもだと思うけど、いやこれはダメよね今だったら ね、でも言えないのよ若手はね。若手は言えないね。そしたら今あんまり体を張ることって減ってきてるんですか時代的に。減ってきてはいるのかな。減ってきてんじゃない。やっぱ昔と比べて本当怖いなっていう時あったじゃん。やばいなみたいな。モテ沙汰になってたら結構事件とかも起きてるでしょうね。事故とかはね。どうですかね。絶対折れて。安全にやってるね。やってると思いますけどね。やっぱり。いやちょっとそう思ったらね。まあ、刺激を求めちゃってる世代からしたらちょっとあれやけどね。皆さん命がけでやってますもんね。うん。今動物園ねロケ行ってね池落ちただけでもクレーム言われるもんね。そうですね。カズね。カズね。ペンギンね。リアルな声を聞けたらすごいな。やっぱそう思っちゃうもんね。今日でより一層芸人さんリスペクトの気持ちが。あ、小ヤッキーさんにだったらなんか聞いてほしい話かもしれない。あら、なんすか。上島竜兵さん。おお。僕ね上島竜兵さんと若い頃に仕事したことあるんですよ。僕はまだ若手芸人だった。校庭みたいなところで障害物競争をやるって言って池があって若手芸人が最初池の上にかかってる橋を渡ってて、まあみんなわーっとか言って池ポチャポチャーンって 4,5 人落ちて、その後上島さんが来てまた上島さんが落ちてみんなで上島さんを助けてジモンさんとかがこうピュッピュッってやるやつあるじゃないですか、あのお決まりのやつ、あれをじゃあやりますからリハーサルしましょうって言われて、うわーっつって、あれ目の前で見れるんだ、嬉しいですね、伝統芸をね。僕らが最初に 4,5 人で池に入る役だったんですよ。でバシャーンなんて入って、まだ入んないでリハーサルだから入った体で、でその後上島さん入りますっつって上島さんも来ててね、じゃあここら辺に岸にこう上げてきて、で頭の向きこっちでこの体勢でみんな取り囲んで、でカメラさんこっちからこう入りましょうかってやったんですよ、リハーサルで。そしたらね、それ午前中のリハーサルだったんですけど、はい、上島さんがカメラマンさんにちょっと怒り気味で、はいはい、ちょっとそっちからじゃなくてこっちから撮って、お逆側から撮って、なんだろう、はい、なんか気難しい方なのかなと思って、あんまりまだね面識もなかったし、上島さんが次言った言葉に驚愕したんですけど、はい、だろう本番これやるの16時ぐらい夕方だろ、太陽こっちから上がるだろ、影になるからこっちから撮ってくれよ。おぉ、すごくないですか。すごい、すごいですね。俺もう見る目変わっちゃって、おちゃらけてダメないキャラのイメージをね、イメージでテレビで撮ってるんで、そんな計算して真面目にやられてるってことですよね。もうやっぱり命かけて全身全霊をかけてやってたんですよあの芸を。いやーもうすごいなと思って、いやすごい、これは本当にこいつには売れてほしいとか大好きな後輩にしか言わない話です。へぇー、いやそれをなんか小屋にあの本当にあの芸人さんリスペクトって言ってくれるから、なるほど、すごいこの話好きで、肌からどんなに見られてもそんなこと一切見せずに陰で努力してるっていう。なんですかライトちょっと違うね、室内室内これ室内だ、24時間同じ方向なんですよ、ダメだいやめっちゃいい話をいい話を聞けて、いや最後いい話ちゃんと落としてくれるのがおすぎさんと違うとこだね。やめろこれはねもう本当自分が体験したすごいいい話だから、いやしかもね今はもう名前になってますから、より一層なんかあれが伝説もね、なんか僕も本当にテレビ好きだったんで、ちょっと笑いさせていただいてたのはそういうものがあったんだろうと、ちょっと投げてくる、本当にだからこれ俺たまに思い出してやってるんですよ。いやダチョウ倶楽部って偉大やったね、本当にマジですごい。まだ終わってないんだ、2人は。2人はいらっしゃる。ダチョウ倶楽部自体はまだ3人。そうですね、インパクト。まあまあ、そうですね。あの3人はもう見えませんけれども、今ね、2人で。そうです、この前、もう行ったドリカムのライブで、肥後ですって言ってたボケがちょっと、俺、複雑な気持ちになったもん、俺。まだ。そうなんだ。はい、ということで、本日のゲストは、ハマーカーンの浜谷さんと、我々の大杉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひですね、ハマーカーンのチャンネルあるみたいなんで、1000人なんで、2000人ぐらいやる。1000人ぐらい。行かせて。なんか今なんか動画撮ってて、もうちょっとしたらなんかアップするかもしれない。じゃあ今のうちに、事前登録しとこうみたいな。概要欄の一番上に貼っとく。よろしくお願いします。お願いします。ぜひね、よろしくお願いします。1割でいいんで、見てあげてください。それでは、バイバーイ。ありがとうございました。